はい、まこじーです。こんにちは。昨日の撮影で内側の方の恋人の聖地でサンセットブリッジっていうところにね、行って撮影しとったんですけど、その途中で本当にシステムがこう伸ばして撮影して高いところでやっとったら、こう上に真上に上げた時に全部システムがカン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 と落ちてきて、でそのシステムがちょっともう壊れちゃって、その後撮影できなくなって、急遽持ち合わせ取ったゴリラポットでの三脚でこう、撮影しとったんですけど、でそれをまあすぐにあの後に帰って修理をして、で新しいニューバージョン、パワーアップ、さらにパワーアップしたものをちょっと今考えて、この撮影、今の撮影ね、終わった後に、今日は、今の時間3時半ぐらいになるんですけど、今今日の夕方ぐらいから、今日は金沢駅、金沢駅の方に行って、通常のアングルとね、そのハイアングル使ったところ撮影できるかどうかちょっとわからないんですけど、とりあえず行ってみて、夜のライトアップの状態の撮影をしてこようかなと思います。で今バージョンアップしたシステムをちょっとだけ紹介して、で撮影に向かいたいと思います。はい、これがまず正面の一番てっぺんの GoPro、 押してその下にバージョンアップして、はい、これも GoPro なんですけど、旧 GoPro で、ね、でこれでちょっと自撮りしようかなと。ハイアングルで上上げとるときに、ハイアングルで上 6m 上空に上げて、でその時の、まあ、自撮りをしようかなというふうにして、ここにもちょっと追加して GoPro、 これ旧バージョンつけてみました。でモニター用の iPhone がここにセットした状態での、感覚が入らないんでちょっと倒しますけど、こんな感じですね。で昨日このメインのもうこのシャフト自体がもうちょっと裂けて割れて、もう伸びなくなってスコーンと取れてしまうような状態になってしまって、このシステムがもう全然伸ばすことができなくなってしまったので、さらに今急遽頑張って50の小遣い削ってこれを購入してきて、今再システム作り上げてきました。しばらくね、これでやってみようかなというところでね、こんなハイアングルってあまり やられとる人たちってまだまだ、こっちにドローンとかは結構いると思うんですけど、まあともともね、こう歩きながらの撮影っていうところを、これからね、まあ、ちょっとしばらくちょっと、個人的にちょっと極めていきたいなというのもあるんで、まあ、今後どういうふうな展開になるかわからないんですけど、一応で、あとちょっとね、ちょっとだけ明るいかな、ちょっとまこじも凝り性なんで、アングルのここ、これでわかるかな、ここのところを少しこう加工して丸ってしました。前この枝アングルが角張っとったんでね。で、あと、よいしょ、こちらの方とかね、アングルのベースのここの角、こことか、いろいろとね、少しカッコつけて削ってみたりして遊んでましたんでね、今こういうふうにして少しずつこうバージョンアップしてシステムを完成させたいなというふうに思ってます。でね、この後今行って
どんな感じになるのか、撮影できるのかどうかもちょっとわからないんでね、そういうようなところも含めて調べながら、この新しい新システムで、はい、頑張って撮影していきたいと思いますんでね、また期待してください。撮影、できたらまたそれをつけて一緒にあげたいと思います。はい、神奈川のミーマン、海面のミーマンの横なんてるかちょっと確認が取れないけど、 Wi-Fi が iPhone と GoPro との間に Wi-Fi が繋がらない状態になってるんで、ちょっと撮影難しいです。なんでもう勘で行ってきてます。はい、こんな感じですね。アナのホテルの1階側は行ってるかな。今はビッグ交差点の左側がガーデンホテル。はい、駅前交差点上空からの金沢駅前の映像が来ますよ。それではどうも、またチャンネル登録、グッドボタン、もしね、気に入ってもらえたら入れてくれたらありがたいです。それではまたよろしく。